まだ昨日のスーツケース、機材のやつ、片してないんだよな。昨日のライブも見てみたいけどな。割と良かったんだよね、昨日。ただ、めっちゃやりづらかったんだよな。イヤモニのワイヤレスが、なんか、電波が悪くて、自分の立ち位置、途切れ途切れになってて。お疲れ様です。今日は、8月26日です。はい、今日はですね、レッスンデーでございます。もう午前中のレッスンからスタートしておりまして、こっからはね、午後のオンラインレッスンスタートします。いや、今日は忙しいよ。もう出張レッスンもあるんですよ。オンラインレッスン終わったら、また一人来て、で、すぐまたオンラインレッスンやって、で、終わったらまたすぐ、今日は宮の坂ですね。珍しいよね、月曜日にさ、こんなフルで入ってるなんて。だいたい土日にね、固まっちゃうから、まあみんな夏休みだからかな。そうか、昨日イズマティックのライブだったんだ。だからこんなに体が重たいんだな。はい、やっていきます。はい、はい、お疲れ様です。聞こえておりますでしょうか。チェックチェック。はい、どうですか。あれ、一旦退出されましたね。それはなんか前回も言ってたな。カメラがまず固まっちゃうとか。ズームが起動しなくなってしまったそうです。はい、じゃあ、終了。洗い物します。今日の晩ご飯はキャベツサラダと残り物のコーラ煮です。うん、ミスってる。ダメだ、もうすでにミスってんの発見してしまった。はい、オンラインレッスンです。ここ繋がってるんだよね。ズさあ、これが終わったら出張レッスンですから、出発の準備しなきゃいけない。はい、はい。前回忘れてたんですか、完全に。まあまあまあ、夏休みですからね、いろいろバグってくるよね。いえいえいえ。どっかのタイミングでやる？前回の分。大丈夫か、その感じで大丈夫なのか。はい、お願いします。うん、文化祭で、出んの？おお、それは全然聞いてないよ。なるほど。何がうまくいかなかったっぽい。でりり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 っていうのやつって全部ダウンで弾いてる、右手。ダウンアップで弾いてる。あ、そしたらまあ、そこまで早いフレーズではないよ。あ、それはむずいわ。うんうん。あ、いい判断だと思うよ。それ、どういう風な並びしてるの？ 3弦の4。はい、これね。で、次の形は？え、こっからここに行くの？あー、こうやってやってる。
ちなみにここの234は779、そうすると一応同じ弦の並びになるよ。で音も 一応同じで、この345って G のコードなんだけど、弾いてんのはここにもある。79のとこでいくと2弦からいくと879、まるっきり一緒じゃなくてもかなりそれっぽいの弾いてればそれで成立しそうな気はするけど。でも一箇所にまとまったし、ある程度ね。で、ほぼほぼ原曲のフレーズと同じ感じだから、これ練習して当てはめれば、まあ、それっぽくはなるんじゃない？はい。それでは出張レッスン、出発です。宮野坂です。最近ね、この出張レッスンでね、豪徳寺行くと帰り必ず雨にやられる。それが分かっていながら、傘を持っていかないということで若干心配でございます。イズマティックの昨日のライブの様子帰ったら見てみたいな。最近気づいたんですけど、また私のアンプがねどうも調子が悪い気がしていて、もう何度も修理してんだよな。出張レッスン終わりました。雨は今日は大丈夫そうです。でも台風来てっからな。明日ね、私葛西の方に行かなきゃいけないんだけど、台風次第では行けないですね。まだ九州ら辺にこうかなりカーブしたっぽいんで、東京はもうちょい余裕がある気がする。